はい、それではスマホを接続してみましょう。こちらが取扱説明書になるんですけど、かなり詳しく操作が出ています。こちらですね。私は iPhone になりますので、こちらのアプリをダウンロードして使います。アプリのダウンロードが終わりましたら、はい、これ便利ですね。スマホはこちらの上につけますので、こちらは持ち手になるんですけど、これがあるかないかで全然違いますね。差し込んで挟み込むような形状になります。こちらですね。まずこちらと、はい、こちら電源を入れまして、両方をリンクさせる状態になります。リンクの方法は先ほどやりましたけど、上にして下にする。はい、これでリンク完了です。で、リンク完了した状態でアプリを立ち上げまして、こちらですね、ホーディーストーンなんとかなんとか、こちらに Wi-Fi を切り替えます。で、切り替えた状態でこちらのアプリを起動させます。次へ、はい、こちらでスマホの画面にカメラの映像が映りましたら、これでリンク完了になります。はい、それではどのような商品なのかを実際の Amazon の購入画面で見ていきたいと思います。はい、こちらの商品ですね、ホーリーストーンのドローンで 200g 未満の商品になります。 145g という現在の法律では規制対象外になる。価格が 13,290 円、1500円オフクーポンがついていますので、1万1000円ぐらいで購入できることになります。はい、説明の部分がこちらになるんですけど、1080p のカメラ、28分の飛行時間。28分の飛行というのは、こちらバッテリーが2ついてるんですけど、2つのバッテリー合わせて28分という意味になります。 200g 以下ですね、 145g で、折りたたみ式。この折りたたみ式っていうのは Mavic だとか Air2S と似たような形状になりますね。充電時間が60分、重量はバッテリー1個入った状態で 145g、 周波数帯はもちろん 2.4GHz ですね。
で最大の操作距離というのが 100m、 すごいですね。で Wi-Fi 接続するんですけど、それが 60m から 80m、 カメラはマイナス90度から0度まで真下向くことができるようですね。で形式は写真も撮れますし映像も撮れる、もちろん擬的マークついてます。でこれ全部やるともう何回シリーズになるぐらいのいろいろな機能がついてるんですけど、オプティカルフローポジショニング機能と気圧センサーを合わせて思ったより安定に操縦できます。小型ドローンでも優れた安定性をもたらします。 1080p の Wi-Fi HD カメラで、これどこに SD カード入るのかなと思ったんですけど、 SD カードは本体に入るスペースはないです。でスマホで伝送されたものをスマホの写真のところに保存するという保存方法になりますので、これは気をつけてください。で飛行モードがいくつかあるんですけど、奇跡飛行モード、アプリ内でシャシャシャッとこう書くじゃないですか。するとそこに合わせて飛んでいってくれるというモードがあります。ジェスチャー撮影、こちら昔の DJI のスパークとかにもついていたんですけど、ジェスチャーをすると写真を撮ってくれるという自動モードになりますね。はい、こちらは体感操作モード。ドローンがスマホの向きに合わせてこう傾けると機体が傾いて飛んでくれる。こう傾けると飛んでくれるっていう、この操作をしなくても飛ばすというモードもついてます。緊急停止。これはこちらのボタンとこちらのボタン両方一度に押すと、その場に降りるではなくて停止するんですよ。もう完全にプロペラが停止してしまって落ちるというモードがついてますね。スピード切り替え、こちらの真ん中のボタンを押しますと、速い遅いという切り替えができます。ヘッドレスモード、これ飛行してる時にドローンがどこを向いてるかって分からなくなることがあるんですよね。それが飛び立った機種が前、自分の方に後ろを向いてるっていう状態で飛び上がらせると思うんですけど、このヘッドレスモードにするとどの方向に向いてるか分からなくても、その飛び立った機種が前の方向を向いてくれるというモードになります。モード1、2の自由切り替え、これは左スロットをこう上げると上昇するんですけど、それを右スロットで上げると上昇するという逆にするモードに切り替えることが簡単にできるってことですね。でこれはコンボセット購入したみたいにプロペラの予備が4枚ついていたり、バッテリーが2ついてたり、であとそのバッテリーの充電ですね、 USB 充電ですので、パソコンではもちろんモバイルバッテリー持っていけば野外でも充電ができるっていうものになりますので、でまあ2ついてますから遊ぶには十分なものだと思います。はい、それでは実際に飛ばしてどのような映像が撮れるかということを見ていただきたいと思います。さあ、それではこのドローンを外で飛ばしてみたいと思います。自動離陸、このボタンでしてみましょう。はい、おお、 GPS 入ってるようなんですけど、どうですかね、ちょっと流されていきますね。だんだんと、バックしていきます。もう移動していきますので、GPS の感度は完全というわけではないですね。はい、それでは上昇をしていきますか。はい、あ、上昇するとさらに風によってだいぶ流されますね。上空に上げると前進させないと高度と位置が保てないですね。そっかそっか、これぐらいか。まあしょうがない、行っておいで。ここを長押しして体感モードに傾けると奇跡を
あ、180度すると逆になるってことですね。強いで、よしよし、はい、ホーリーストーンの HS260 を飛ばしてみました。いかがでしたでしょうかね。やっぱりトイドローンってだけあって、遊ぶのは楽しいんですよ。きちんとホバリングしてその場に留まるということが難しい機体ですので、逆に自分で操作しながらその場で留まらせるっていうことを常にやっておかなくちゃいけませんので、その点は楽しいんですよ。今までいろいろなドローンを使ってきましたけど、その場で静止するっていうことが当たり前になっていましたので、あれあれこれは難しいなってことになったんですけど、本来おもちゃっていうのはそういうものだと思いますので、おもちゃとして操縦することを楽しもうという方にはこういうトイドローンいいんじゃないかなと思います。画質はご覧いただいた通りの画質になります。初めての機種としてドローンってどういうものだろう、ちょっと飛ばしてみたいなっていう方には最適なんじゃないかなと思います。お値段も1万円ちょっとで購入できるものですので、経験として試してみるのは十分いいんじゃないかなと思います。 Amazon のリンク貼っておきますので、興味ある方は購入してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今日はホーリーストーンの HS260 のレビューでした。ご視聴いただきありがとうございました。